全然怖くない話ですが、私なぜだか異常に動物が寄ってスキンシップ取りたがるんです。知人の家の神経質で人間嫌いなチンチラ猫が初対面でゴロニャーンと懐いてきたり、初対面の犬はなぜか必ずものすごい勢いで私のお股をクンカクンカと嗅ぎに来ます。前に群馬県の動物パークで羊たちを触っていたら、50匹全員が私を真ん中に取り囲み、うおうさおうざわざわざわめき始めました。係の人たちが言うには、臆病な羊たちが初めて見せた行動だと。また人気の少ない湘南の海で水着で遊んでいたら、話散歩中の大きなメス犬がかなり遠くからかけてきて腰に思いっきりタックルしてきました。私のお股を鼻で持ち上げ、なんかキャンキャン喜び、また向こうまで走っていってダッシュで戻ってきて全力でタックル。これを何度も繰り返していました。犬はキャンキャンと嬉しそうでした。また私の腕に股を挟んでカクカクしたがられることが多く、親戚んちの犬や友人宅の猫や自分が飼っていたウサギ、インコなどなど皆そうでした。友人宅の猫は私の腕に本気で噛みついてカクカクして離してくれませんでした。動物は大好きなのですが、野良猫が突然背中に飛び乗ってきたり、盲導犬が私を追って走ってきたり、なんか私についてるんではとガクガクブルブルしています。